ナンバヨシオリ、いきなり叫ぶなよ。立った立った、フラグが立ったって、どこのアルプスの少女だよ。立ったのはクララじゃないぞ。なあ、わかってるって。どうせギャルゲーの話だろ。とにかく、いきなり大声出すなっての。お前な、お兄ちゃんの部屋でベッドを占拠してスポーツ雑誌読んどいて、その言い草は何だ。だって雑誌はここで読めって言ったの勝利じゃん。お兄ちゃんと呼べ。やだよ、うん、いいかユーリー、貧乏な弟のためにその本の代金を払ってやってるのはどこの誰だと思ってる。だからそれは感謝してるってお兄ちゃん。で、何が立ったって。フラグだ。あーごめん勝利、業界専門用語とかはなしにして、俺難しい横文字わかんないから。難しくともなんともないが、まあいい。つまりだな、今お兄ちゃんは猛烈に感動しているわけだ。なんで。攻略に難航していた俺的本命キャラがついに落とせそうなんだよ。ああ、そう。なんだその顔は。言っとくが、このゲームはリアルタイムシステムを導入しているから季節行事に合わせて攻略するのが大変だったんだぞ。何しろ明日は恋人たちの重要イベント、バレンタインデーだからな。今日中にフラグが立たないと本命からの手作りチョコがもらえないところだったんだ。手作りって、それゲームの中の話だろ。バキ野郎バッお前料理ベタのツンデレが作るチョコの貴重さが、お前みたいな人っぽい野球小僧に分かってたまるか。ああ待って待って、またよく分かんない専門用語が出てきたぞ。ツンデレ。何それ。勉強不足だ。ツンデレは流行語大賞狙えるレベルの単語だぞ。知らねえよ。どうせギャルゲー用語なんだろ。ギャルゲーバカにすんなおい、うさっきから。おっと、なげんねんな、こんな野郎。いいか、ツンデレっていうのはな、萌えキャラの一形態だ。普段はツンツン、でも二人っきりの時はデレデレ、もしくは出会った時はツンツン、しかし好感度上昇とともにデレデレとなる。プライドが高くて意地っ張りタイプの娘を指す、略してツンデレ。へー。例えば今回のツンデレ攻略フラグはこうだ。そうよ、確かに私は毎年お父様に差し上げてるわよ。ね、何よあんた、本当にチョコなんか欲しいわけ、欲しいわけ。まあ、そうね、万が一作りすぎてしまったら、その余った分をあんたに恵んでやってもいいわよ。勝利。で、明日になったらこのツンデレ娘は、実は一生懸命作っちまった本命チョコを俺に持ってきてこう言う。ほら、あげるわよ、受け取りなさいよ。別に、あんたのために作ったんじゃないんだから。いい?このチョコはお父様のついでよ、ついで、誤解しないでよね。勝利。なあ、いいだろう、燃えるだろう。いや、むしろ実の兄の悲しい小芝居に、ちょっと目頭が熱くなってきた。男のロマンがわからないやつだな。オタクのロマンの間違いだろ。はあ、身内に電車男がいる。そういう流行り物のナンパな秋葉系とこの俺を一緒にするな。残念、硬派な秋葉系はメイド喫茶とか行かねえから。脳みそ筋肉族のお前に秋葉を語る資格はない。そんな資格いらん。何やっほー渋谷、来ちゃった。いや、村田、何の用だ弟のお友達。もう、ゆうりくんのお兄さんたら、メガネーズの一員として仲良くしましょうよ。メガネーズ、何そのユニット名。僕とボブと勝利お兄さんで結成した笑いトリオかな。そんな組織に属した覚えはない。あーで、結局村田は何しに来たんだ。そりゃ前振りの村ケンズで予告した通りだよ。ちょっと宮田じゃねえや、村田、あれをこっちの日常に持ち込むのは作品ルール的にありなの。そんな今さらだろ渋谷、ルールとか一般常識とかそんなご体操なものをこの作品に求めるなよねえ監督。監督ダメですよ、うんって言っちゃ発言はまずいよ。ま、主要キャラとして最低限の礼儀はわきまえるべきだな。勝利は黙ってろ、あとキャラとか言うな。てなわけで早速新魔国行ってみよう。え、よし俺も行こう。え、じゃあお風呂をお借りしますね。あと水は溜まってるけど2月だしな、ちょっと沸かすか。ああ、いいですね、こう一肌くらいにキュッと温めていただけると。よし、そうと決まったらユリ、
ほら行くぞ。ええー